なんだここ、寒すぎる。あんた見ない顔だね。ここで何してるんだい。いや、特に理由はないんです。遠くからここを見たら綺麗だなって、それで近づいてみたらこのざまです。そうだったのか。そのままじゃ小越人事はついてきな。ここはドラゴンスパイン、見ての通り雪山さ。尋常じゃない寒さをしのぐためにはこんな感じで火がある場所に行くといい。なるほど。他にはこの遺跡の灯火なんかもあったかい。もう一つ寒さをしのぐやつがこの湿潜心臓ってやつなんだが、ここはあんまりおすすめできない。なんでなんですか。そりゃ旅人がワープしてくるから。はい、だ気がついたか。はい。え、なんでここに人間が。まあ落ち着け、この方は敵じゃない。アルベロ先生って言ってな、こう見えてモンスターなんだ。そうだったんですね。なあ、先ほどは助けていただいた。いや、普通に殺された。ああ、せっかくだ、お前もアルベロ先生にこの世界のこといろいろ教えてもらえ。よろしくお願いします。それから俺はアルベロ先生にいろんなことを教えてもらった。そして俺は無事おかしくなった。今日も一日頑張るぞい。ちょっと忘れ物をした。ここで待っていてくれ。わかりました。もう戻ってきたんですか。なら早速今日も人間を観察しに行く。何だったんだこいつ。